地域デザイン科学部建築都市デザイン学科建築計画研究室の遠藤でございます。地域における営みと暮らしの共有を通じた街づくりデザインについて、その取り組みの紹介をいたします。こちらは益子町におけるこの写真に写っている旧市街地の活性化への取り組みでございます。現在の街づくりはですね、これまでのより良い街を作りましょうというところから、持続が可能な循環型の地域社会に向けて、生きながらえる、住み続けられる街へ、その在り方が転換していくことが求められています。そこで私の方では、街づくりを行う地域や場所の経験の中にある人々の営みや暮らしと、その空間とがどのような関係の下で人々に共有されてきたかということを紐解くことを起点に、取り組みを研究を進めております。そこから将来の街の姿、空間や活動を描くための手がかりを得ようというものです。それをきっかけにして、街づくりや街のデザインの手法を実践していくと、そういう研究で行っています。こちらは益子に典型的な里山の風景です。緩やかな山の斜面に登り窯が築かれ、そこに窯業集落がこのように形成されています。益子の焼き物文化は、この城内坂、ここを中心に焼き物通りが形成され、その周囲に、こちらが城内坂になります。その周囲に、町の美術館である陶芸メッセ益子、そして、道の突き当たりには益子三光館、こちらは民藝運動の陶芸家である浜田庄司がその晩年に設立した美術館がございます。城内坂焼き物通りは、このように春秋の年2回の陶器市の折には、全国から数十万人の人々が訪れ、このように賑やかな風景を作り出します。また休日や週末には、これほどではございませんが、多くの人々が訪れる、そういった街のにぎわいの中心地になっています。一方、本取り組みの対象エリアであります、本通り界隈、これは城内坂よりも駅寄りのこの黄色いライン、この界隈になります。約1.5キロありますけれども、ここは古くは町の中心地だった旧市街地エリアです。新町、田町、内町という3つの町からなり、ここは現在はこのようにシャッターが閉められたお店や空き家、空き地が目立つ、そういう少し寂しいエリアとなっております。ここの活性化をいかにしていくかということが本取り組みのテーマでありますけれども、こちらはこの本通りの街歩きを先日実施したものです。空間的なリソースをざっと見て回った、そういうメモになります。取り組みの内容についてです。現在、益子町では風土に根ざした町づくりを推進しています。かつての中心市街地だったこの本通り界隈を活性化したいというものですけれども、そのいかに活性化していくかと、その道筋が不明である、そこが大きな課題となっています。そして、そこで町や住民、我々大学と3社で、そのどのように町づくりを進めていったらよいかという、そこから考えていきましょうというのが、この取り組みの中心になります。まず、被事際2018、前回の被事際で実施された風土形成の取り組みの振り返りを行うことから、町の記憶を皆で共有しましょうということを行います。そして、街歩きを実施して、空間的なリソースを綿密に調査します。そして、ヒアリングやワークショップを実施することで、地域の営み、そして暮らしにおける空間の共有の履歴を明らかにしていきます。それらの活動を通じて、積み続けられる街づくりのための手がかりを見出していこう、そういったことになります。その成果、あるいは取り組みの過程はですね、本年の被事際、2021において展示発表される予定ております。そのフィードバックを得て、将来的な街づくりの姿を描くステップへと進んでいく、そういった予定となっております。